投資家として多くのディープテック企業の活動を支える鎌田氏のモデレーションのもと、現在ご覧画面でご覧になっているグローバル舞台に活躍している2人の起業家がそれぞれの経験をご共有し、これから世界を目指す起業家たちへアドバイスを送ります。キーノートセッション、それではよろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。富経の鎌田です。こちらのセッションはですね、世界的に活躍されている2人の起業家、ヘリオスの鍵本さんと、今オープニングのスピーチしていただいたトレジャーデータ創業者の吉川さん、お二人を招きして、日本の若い起業家、起業を志望する人たちが今日たくさん聞いてらっしゃると思いますので、少しヒントになるようなお話をしていただけたらなということで、これから30分ちょっとお話聞いてみたいと思います。まず最初にですね、ヘリオスの私のお隣にいらっしゃいます創業者 CEO の鍵本さんに少し自己紹介をお願いいたします。ありがとうございます。改めまして株式会社ヘリオスの鍵本と申します。自己紹介ですが、もともと九州大学の医学部を出まして、バイオベンチャーを1つ作り、大学の先生たちが見つけた技術としては初めてですね、FDA の承認を昨年取ったという経緯があります。で、現在は細胞と遺伝子編集、iPS 細胞と、CRISPR を使ったようなですね、いずれもノーベル賞を今受賞してますが、それの組み合わせで生まれる世界、ディープテックの中でも、ウェットテクノロジーと呼ばれるところですね、を主に掘り下げていく仕事をしています。IT の世界、ドライイノベーションの世界で、いろんなコードを書き換えてプログラミングができたように、このウェットイノベーションの世界でも今さまざまな細胞の遺伝子情報を書き換えて好き放題ですね、細胞を作ることができます。そこに今後の大きな世界のイノベーションが眠っているというふうに我々は見ています。はい、ありがとうございます。吉川さんですけども、先ほどちょっと自己紹介的なメッセージもありましたが、ちょっと改めてですね、トレジャーデータ2018年ですかね、アームに6億ドル、フォードでは6億ドルで買収って出てましたけども、2年経ちまして、今の近況というか、ちょっと簡単にお願いしていいですか。はい、もちろんです。先ほどもちらっと申し上げましたが、2011年にですね、トレジャーデータを仲間と創業しまして、2018年にですね、アームに売却をしたと、アームから買収されたということになっています。それ以降、私は CEO 兼、アーム的には GM という立場で、引き続きシリコンバレー、ごめんなさい、トレジャーデータの経営をやってきまして、ようやく、軌道に乗ったと、事業も軌道に乗ったというところで、ちょうど先月なんですが、先月いっぱいでGM、CEO の仕事を退任しまして、引き続きトレジャーデータの仕事を手伝いながら、ちょっと一歩止まって、次のことを考えているという、そんな、ところが近況になりますね。はい、ありがとうございます。皆さん、今何か提案しに行くなら今がチャンスですね、吉川さんにお待ちしてます。はい、今日こちらは実は渋谷のキューズで15階でめちゃめちゃ天気が良くて見晴らしがいいんですけども、今年は春からちょっとコロナになってしまいまして、皆さんも基本ウィズコロナでオンラインみたいなことが多いと思うんですけども、ちょっとお二人に改めてそのウィズコロナになって何か変わったことといいますか、心境的な変化でもいいんですけども、少しなんかそういう変化みたいなことあれば、鍵本さんの方から。そうですね、うちはバイオテック企業で、まさにコロナウイルスによって亡くなる方の5割から9割が最後になる肺の病気、 ARDS という病気に対して治験を行っていることもあるので、結構ど真ん中で関係があるような形になるんですが、どうですかね、大きな流れで見るとワクチンの開発とかいろいろやってますけど、最終的にはやはり流行りの病気ですから何年も続くものじゃないんでね、どこかでトレンドは元に戻ると思ってます。それはオフィスの環境も変わるところは変わるけど、結局は人々って対面が好きだし、そこに戻るところは戻るだろうなと思ってますね。ただいい、なんていうかな、
社会の変化という意味では我々のセクターでいうと、やっぱりバイオテクノロジー、人は何のために仕事をするか、やっぱり健康できないと意味がないよねというところに視点が行き、まあ、米国では今年過去最高の調達額をバイオテク企業たちがですねやってたりしまして、まあある意味良くも悪くも人間の死生観とか人間の価値観に影響を与えたというのが我々の視座から見たコロナの影響かなと思っています。はい、ありがとうございます。まあ、改めて重要性が認識されたというか、はい、そういう感じですよね。そうですね。吉川さんの方は、まあ、シリコンバレー日本以上になんか外出れないみたいな感じが続いてるんじゃないかと思いますけど、はい、どうですかそちらにいて、まあ、今も続いてる感じですけどコロナの影響。そうですね、まあシリコンバレー、サンフランシスコベイエリアのために言うとですね、全米でだいぶこう第2波が来てるんですけど、ここは実はそうでもないと、むしろ減っているということで、まあ別に油断してるわけじゃないですけど、まあ、だいぶ状況としては良くなってきたなっていうのが実は実感ではあるんですが、まあ、一方でやっぱりシリコンバレーの中心、産業の中心、人の中心ってやっぱり、まあ、インターネット、ソフトウェア、半導体という、まあ、なんなら特に人に会わなくても成り立つ仕事っていうのが、まあ、主といえば主なので、まあ、インダストリーのコアといえばコアなので、まあ、そういう意味では比較的こうインパクトを受けてないエリアなのかもしれないですね。で一方でエクイティ、要は株式市場は非常に、まあ、なぜかヒートアップしていまして、特にSaaS、中心とした IP、 もちろん Zoom もそうですし、先日上場したビッグデータカンパニーのスノーフレークっていうのもすごいバリエーションがついてますが、まあそういうどっちかっていうと、まあ、コロナにもかかわらず、シリコンバレーは引き続きシリコンバレーな、感じですね。で、まあ自分の、ね、投資家さんだから言うわけじゃないですけど、まあ、改めて Zoom、のおかげでというかですね、まあ、リモートワーク意外にいいじゃんというのを、まあ、みんな思っているし、例えばトレジャーデータ実は、まあ、一時的な形かもしれませんが、東京とシリコンバレーマウンテンビューのオフィスを返しちゃったんですね。まあ、返しちゃったんです。オフィスあってもしょうがない、返しちゃったんですよ早いです、ね。まあ、誰も行かないんで、で、まあ、どっかでやっぱり人はこうソーシャルな動物なので、ね、世間が解けたらどっかに借りようとは思っているんですが、まあ、ただ前のように、全員が、一つの場所に、集まって仕事をするってことはもうないんじゃないかなっていう感じがしますね。はい、ありがとうございます。今日ですね、まあ、起業に興味あるんだけどちょっとまだ踏み切れてないみたいな人たちも聞いてらっしゃると思うので、ちょっとその辺のお二人が、まあ、起業に、まあ、踏み切ったといいますか、鍵本さんお医者さんやられてましたし、はい、吉本さんもまあ大企業にお勤めになってたわけで、なんかそこから起業しようとこう一歩こう踏み出した時の何かがあったんじゃないかなとちょっと思うんですけど、まあ、出会いだったり、その時何かのきっかけがあったんじゃないかなと思うんですけど、うん、その辺ちょっと聞いてみていいですか。はい、もちろんです。私の場合はこう医者一家に生まれたというもともと背景があって、両親が内科医で、姉もいるんですが、姉も皮膚科医になっていたので、その世界にはこうなんか親和性はあったんですよね。でところが現実に自分が患者さんを目の前にした時にやっぱり治らない、既存の薬では治らない方に会ってですね、この一生でいいのかと、治らん病気は治らんと言い続ける、そこにものすごい違和感を覚えました。で特に3人の患者さんが記憶に残っていてですね、まあ、1人は加齢黄斑変性という病気で失明された方、孫の顔が見えないと、先生治療薬ないのかと言われて、眼科医やってたんですね。もともと眼科ですね、やってたんですよ。で、まあ、答えがないわけですね。で答えがない中でありませんと意気シャーシャーと言って続けていいのか、あるいは学生の時にベッドサイドを回った時にですね、癌の患者さんで早稲田大学入学が決まって、入学の健康診断で胸に影があると、で調べたら末期がんで、もうあと余命3ヶ月ですよ。私に一言も喋ってくれないですよね。で、まあ、こういう方もいる中、私はのほほんと医学生をしていて、本当に時間を有効に使えているのかとか思いましたし、まあ、最後はやっぱり研修をしている時にですね、自分が眼科で持った患者さんが、まあ、視力は良くなったんですけど、退院された後に五島列島長崎県に帰られてですね、入室移設されたんですね。やっぱり目
の視力を治そうとも、あの患者さんのこう、まあ、大げさに言うとやっぱ魂は救えてなかった、不安は取り除けてなかった、でやっぱり自ら命を絶ってしまった。でこういうのを感じると、まあ、なんていうかいても立ってもいられない、こんな臨床してて もうほぼ意味がないと自分的にはね、まあ、そういうのがもともとはありました。で振り返れば初めの初心がそこにあって深くて揺るぎないし、3人とももう今この世にいらっしゃられないので視点が変わらないですよね、初めの点が。だからまあある意味ブレずにあのずっと来れたのかなとも思いますし、あの結構企業大変なことが多いので、ね、その時はやっぱり戻る視点がどれぐらい強いかっていうところはあると思うので、まあ、企業を考える方はぜひそこのですね視点をよく研ぎ込んで、あの自分の初心はどこにありやということをね、あの考えていただくといいんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。いや、 やっぱりそういうこう、まあ、なんかやらねばやらねばならないみたいな、そういう思いに、まあ、突き動かされたみたいな感じですよね。そうですね。はい。吉川さんはまたちょっと違う、こう大企業いろいろ経験されたり VC もやられてましたけど。そう、はい、ですね、まあ私もともとレッドハットっていうですね、あのオープンソースの、まあ、Linux というオペレーティングシステムの、ディストリビューターにおりまして、で、まあ、途中で、まあ、縁があって、三井物産の、まあ、ベンチャー投資部隊に移って、まあ、それが、まあ、その会社でシリコンバレー駐在になったわけですが、まあ、もともとオープンソースソフトウェアの投資を中心にやってたんですね。まあそもそもそういうビジネスをレッドハットでやってたんで、でシリコンバレーに来ていろいろ見ていたんですが、まあやっぱりその OS、 もともと OS 屋だったんで OS とかデータベースとかいわゆるミドルウェアという、まあどっちかというとレイヤー的には下の方のですねソフトウェアたくさん見てたんですけど、まあ2008年9年のそのいわゆる、世界、金融、危機と、まあ、リーマンショックといいますが、の時に、まあ、本当にシリコンバレーサンドヒル、完全に冷え上がっちゃったんですけど、その中で、まあまあ、面々と投資が続いてたのが実はデータの、ソフトウェアの投資だったんですけど、あとはクリーンテック、あの技術系のテクノロジーにも随分投資がその時でも集まってましたが、まあ、そこでですね実は知り合ったあの起業家でクリストフ・ビシリアっていう人間がいて、まあ、非常に仲良し、今でも仲良しでいつもあの家族旅行を一緒にしたりするんですが、彼があのクラウデラっていう会社を作ったんですね。ハドゥープというオープンソースのソフトウェア を使った会社だったんですが、まあ、非常に、まあ、ある種時の人になってですね、それこそビジネスウィークの表紙になっちゃったりして、なんかいつも遊んで、なんならこれはどうしたらいいの、ああしたらいいのって、いろんなオープンソースのビジネスをどっちかというとこっちがまあレクチャーすることも多かったような人間がどん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 、まあ、彼はもともと Google にいたんですけど、それをやめて、ある種スターアントレプレナーになっていく姿をずっと横に見てたんですよね。で彼はもちろん非常に頭のいい人間ですし、まあ、あの勉強することもたくさんあったんですけど、一方でなんかクリストフにできて俺にできないのみたいなところも実はあってあいつに俺になら俺にもできるみたいな、いやそう、意外にそうなんですよ。みんなもちろんシリコンバレーのスーパースターはみんなスーパース頭いいんですよ。それこそさっきちらっと話したそのZoom のエリック・ヨアンなんかも本当に素晴らしい人なんですが、一方で、まあ、普通のお兄さんおじさんなんですよね、みんないわゆる、会えばで当然のように悩むし、僕らと同じように悩みもあるし、同じように人材、例えば人事で頭を悩ます、資金調査で頭を悩ます、ビジネスで頭を悩ます、要はやりたいっていう思いとやるっていうことって全然違うことなんですよね。でとりあえずやっちゃおうっていう風な、気持ちになったっていうのが一つですね。まあ、あとはやっぱり、まあ、時間の関係もあるので細かくは話しませんが、やっぱりその太田というですね、まあ、僕と一緒に会社を始めてくれた CTO ですね、技術者、僕の後輩なんですよ、太田さん。あ、そうですよね。鎌田さん非常にお世話になってると聞いてます。太田との出会いというのはやっぱ大きかったですね。で、まあ、彼は彼でシリコンバレーに来たかったし、私は私でシリコンバレー起業したかったしと、
というので、まあ、非常に目線があったというのもありましたし、まあ、あとは何といっても馬があったというのが一番ですね。一度も結局喧嘩もせず、最後まで行けたというのは本当に良かったなと思いますね。はい、ありがとうございます。まあ、そのシリコンバレーの周りの環境がまあそういう方向をまあ自然に導いてくれるっていうか、まあ、やる気にさせてくれるみたいな、まあ、はしかみたいなもんで、とりあえずかかるんですよね。なるほど。何やってんだろうな俺みたいな気分もあるわけですね。ちょっと日本でもちょっとそのはしか流行らせたいと思ってるんですけど。そうですね、はい、ありがとうございます。まあ、お二人とも、まあ、イギジットされてといいますか、鍵本さん上場ももうされてますので、はい、ちょっと資金調達について聞いてみたいなと思うんですけど、まあ、その資金調達のコツって言ったらなんですけど、うん、まあ、その結構苦労することが多いと思うんですけども、うん、まあ、どういう投資家から投資を受けるのがいいのかとか、うん、逆になんかこういう投資家からは投資を受けないとか、はい、なんか自分の中でもそういうなんか思いとか基準とか何かありますか？そうですね、そこは語り出すともうなんか何時間って話なんですが、手短にいくとですね、1社目と2社目の差はあるかなと思ってまして、うん、1社目は自分が研修医終わってすぐに作った会社で、もう経営者とは全然ダメですよ。で、ご投資いただいて20億調達させていただいたんですが、経営の結果が時間通りに出せずに損させてるんですよね。で、本当に大変申し訳なかったと、それに関しては思ってます。で、ただ一方その時に分かったのは、バイオって複雑で難しいので、うん、思い通りいかないことが多い。で、思い通りいかない時にやっぱり業界外の方だとどこをどうしていいか分かりにくいんですね、うん、非常に悩ましかった。だから2社目のヘリオスの時はシリーズ A で30億調達させていただいたんですが、ほとんどが事業会社さんですね。なるほど。で、これは良かったです。要はもう時間的終わりがないし、うん、事業シナジーを主に考えていただくので、まあ、ちゃんと見て事業を見ていただける。で、ただ1社目で損を出させてしまった投資家の方で、その次の時にご参加いただき方は上場時で16倍ぐらいかな、リターンを出せたので、それは恩返しができてよかったと思うんですが、まあ、事業によりますよね。そうですね。特に我々の場合は新しい領域を作る話だったので、リスクもわからない、時間もかかるかもしれない。その中で投資家、そういった事業会社に、ね、入っていただいたのはすごく良かったなと思いますね。なんか創薬ってその、はい、もう売上ゼロがバーッと続いて、はいはい、で、まあ、ボンといくというか。そうですね。まあ、今でもそうじゃないですか。そうです、はい、めっちゃリスキーに見えるんですけど、やっぱり経営者として結構、はい、プレッシャーがなんかやってるうちに多分脳みそのネジが何本か外れちゃったっていうのが正しい答えかもしれませんが、そこ悩みあるんですよ、うん、で、特に日本の株式市場では黒字化したベンチャーの方が簡単に言うと機関投資家の受けがいいんですよね、うん、で、ところが我々はあえてそれをやりません、うん、で、やらないのはバイオベンチャーの本当の意義というのは患者さんに薬を届けることである。で、米国のバイオベンチャーを見ればそれが本丸であり、そこにリスクマネーが入り、うん、逆に薬になった時に本当に皆さんこう報酬を得るわけですね、投資家が。だから、それを嫌ってやらない限りは日本に本当のバイオベンチャーできないと思ってますので、そこは真正面から向かっている、うん、でも結果どうかというと、みんなついてきていただいてるんですよ、うん、そこはすごいですよね。だから我々も創業から今まで350億円程度ですね、うん、資金調達をさせていただいてます。ずっと赤字ですよ、うん。で、これはアメリカでナスダックで上場したバイオベンチャーがだいたい製品を出すまでに調達する金額と同じぐらいできてますので、まあ、そういう意味では日本で局所的ではございますが、ナスダック上場のバイオベンチャーと変わらない調達ができているということになりますので、まあ、やればできるんだと思うんですね。やっぱり医療機器もそうなんですけど、はい、こう赤字がずっと続くけど、まあ、強い意志で正面から突破していくみたいな、はい、もう それしかないですよね。胆力がないと思うそうですね、そこは、はい、ありがとうございます、はい。一方ですね、トレジャーデータは、まあ、SaaS サービスといいますか、クラウドサービスで、まあ、サブスクリプションでこう数字が積み上がるビジネスだったり、逆に数字が見えやすいっていう、そのトラクション出ないとなんか厳しいみたいな感じもあったと思うんですけど、まあ、シリコンバレーで資金調達するってもう並大抵じゃないと思うんですが、しかもその日本人創業者たちで、
まあね、こっちもちょっと語り出したらキリがないと思うんだけどどうですか吉川さん振り返って。そうですね、まあ数字が全てみたいな世界なのは事実かもしれませんね。SaaS は SaaS で実は黒字が非常に出づらい、ビジネスモデルなんで、まあ、アメリカ先ほどのね梶本さんの話じゃないですけど、まあ、アメリカで上場してる SaaS 企業ほとんど赤字で上場するんで、まあ、そういう意味ではセールス&マーケティングのコストがどんどん先に出てくる一緒なんですよ。まあ、その中でどれだけこうグロースを見せれるかっていうのが、まあ、VC のピッチっていう意味では一番大事かもしれないですね。で一方で、まあ、残念ながら、まあ、あんまりこう大きな声で言いたくはないんだけど、数字にお金なんていうか要はお金に名前が書いてあるのが VC 投資みたいなところもあって、まあ、よく、ね、VC 投資のことを美人投票って昔よく言ったりしましたけど、まあ、あの投資家が入れてるから大丈夫だろうみたいな話がやっぱり多かれ少なくやっぱあるわけですね、うん、それってもしかしたらテクノロジーのバリューそのものとは関係ないかもしれないんだけれども、結局それが、アーリーステージのお客さんの獲得あるいは人材の獲得ですね。例えばおじいちゃんおばあちゃんから10ミリオン調達してる起業家と、まあ、分かりやすくとじゃあセコイアキャピタルから10ミリオン調達している投資家と起業家のもとに集まる人材のクオリティっていうのはやってることが全く同じもやっぱ違うんですよね。そういう意味では、資金調達はまあ所長の仕事だと思いますが、もうそこには、まあ都度全力を尽くすというのはまあ必要なことだろうな。まあ、VC 投資を受けることが、ねゴールなわけじゃないですが、まあ、その後のために、うんっていうのは大事ですね、はい、あそういう意味ではもう一個だけもし付け加えさせていただけると、はい、さっき影本さんがおっしゃった通り、バイオベンチャーの場合は、まあ事業会社とおっしゃいましたね。で我々も同じでやっぱり事業会社というより例えばお客さんを紹介してくれる、実際人材の、リクルーティングに協力してくれる、まあ、要は本当にビジネスバリューを出してくれる投資家さんと付き合うべきだとはいつも思ってました。はい、ありがとうございます。まあ、そういう意味ではあれですね、誰に投資してもらうか結構重要っていうことをおっしゃってるのかなと思いますけど。そうですね、トレジャーデータ本当に初期に有名なエンジェル投資家もいましたし、はい、そうですね、よかったなと思いますね、はい、お二人、まあ、IBM もされてExit もされてるんですけど、なんかこう起業して嬉しかった瞬間というか、なんかこうやってよかったみたいなことは少しありますか。ありますね。 いや、いっぱいありますよ。一番はやっぱりですね、患者さんに薬が届いたことですよね、うん、で我々のサービスってまあバイオ、まあ、製薬業界全体で言っても低分子で言うと前臨床試験から小児まで2万分の1とかなんですよ。すごい確率低いですね。すごい確率で、その中で物が出て患者さんを治してる、今でもアメリカヨーロッパで毎日お医者さんが封を開けて患者さんに薬を投与して自分たちが発明開発したものがね届いてるっていうのを考えて、それやっぱいいですよね。医者やってたらとてもじゃないけどできないことだし、あとやっぱ人が育つことですかね。なるほどね、うん、1社目でもそうですし、うん、2社目でも縁があったみんながうちで経験して次の大きなチャンスに向かっていくのを見てると、やっぱりなんていうかな、社会的責任というか存在価値があると思うんですね。存在価値、まあ、それが喜びですかね。はい、ありがとうございます。吉川さん、まあ、Exitとしてもう2年経ってますけど、そこも含めてなんかやってよかったなっていう瞬間ってどんな時でした？そうですね、まあ、私もいろいろありますけど、ちょうど開会の挨拶の時にも少し触れましたが、私の一つのテーマは、実は比較的安く買い叩かれている日本のとても優秀な、ソフトウェアのエンジニアを世界に出すことっていうのは本当に、ある種ライフワークみたいな感じでやってできたんですね。そういう意味で、トレジャーデータが、
売却の形でエグジットしたときに日本のエンジニア中心に実は50人以上、いわゆるミリオネア1億円以上の、キャッシュインがあったんですね、うちの社員で。素晴らしい。でこれは自分自身非常に誇りになりましたし、彼らが、まあ、例えばこう一般的に言うともしかしたらイメージとしてエンジニアってなんかギークでずっとこうどこにいてもコード書いてるみたいなのが、イメージある方もいるかもしれないですけど、実は皆さんやっぱり家庭もあるし、生活もあるし、金銭的な成功ってやっぱりキャリアの成功にもつながるわけです、まあ、そこのいいプロクシーなわけですよね、うん、それが、トレジャーデータの成功の一部を彼らにシェアできたっていうのは非常に嬉しかった瞬間がですね、うん、本当良かったですね。なかなかそういう事例ってないので、はい、そうですね。ちょっとまあ質問とかも来ているので、あと少し織り交ぜながら会場からの質問もいただいてますので、質問しようかなと思うんですけど、なかなかやっぱりに日本から世界的に成功する企業はまだ少ないっていうのもあって、シリコンバレー行って起業する人もまだそんなに多くないというのもあるんですけど、まあ、そこをちょっと突破するヒントというか、うん、やっぱり世界を目指してほしいというのもあるので、はい、そのお二人から見てちょっとその辺のヒントになるようなことをお聞きしたいんですけど、うん、鍵本さんいかがですか。そうですね、まあ、私のがヒントになるかどうかわからないと思うんですけど、1社目の時は製品の予想市場売上規模が小さかったので真っ先に最大の市場であるアメリカに行かざるを得なかったですよね。行きましたよね。行きました。で、2005年に会社作って4月に作って12月にアメリカ子会社作ったんですよ。まあ、研修終わったばっかりですよ。今から見たら絶対アホやめろって言いますけど、やったと。で、やっぱり未熟なゆえに知見の失敗なんかもあってですね、痛い目に遭ってるんですが、でも振り返れば私が初めて世界でやった知見というのがアメリカとインド の国際試験第三層試験でですね、まあなんかだいぶジャンプしたことをやってたと思います。だからやればやれる、もちろん甘いところあったんだけど、うん、というのはすごく大事な経験にはなってますよね。で、まあ、そういう意味ではまずやってみるってことも、いや、ものすごい大事、まあ、ですよね。あと、うん、もう一つ大事なのがやっぱり後輩とか自分もそうだし先輩を見ても思うんですけど、初めに勢いがある人がね結局伸びていくんですよ、うん、最後の仕上がりがですね、初め小さい保守的な手を打つ人はやっぱ最後まで小さいんですよね、うん、だからぜひ起業しようと思う方は初め失敗してもいいから、痛い目あってもいいから一回でかくやってみるのをね、うん、本当おすすめします。仕上がりが まず理想を大きくする、理想を大きく、はい、まあ、だいたい想像した以上のことにならないですか。ならないです。そこを高くすると。そうですね、はい、吉川さん、まあ、シリコンバレーで苦労もされて、あれですけど、まあ、もっと日本人がその世界で活躍するには、まあ、先ほど日本人のエンジニア優秀だって話もありましたけど、結構チャンスもあるんじゃないかと言われてましたけども、はい、何がこうさらにプラスされるといいですかね。企業会社経営っていう意味では、まあ、これいろんな人に喧嘩売っちゃう可能性もあるんですけど、エンジニアは優秀だけれども、例えばいわゆる Go to マーケットの人材、マーケティング、営業、ですね、この辺はやっぱり、シリコンバレーの人材の層っていうのは一日の長がある気がしますね、うん、シリコンバレーというとこうスターエンジニアがたくさんいるイメージがおそらく世界中の皆さんあると思うんですが、スターエンジニアは東京にもたくさんいるんですね。一方で各ステージ、各企業のステージ、各インダストリー、なんならそれこそフォーカスしているバーティカルごとに細かく人材がステージごとに用意されているのが実はシリコンバレーで、適材適所かつ適切なタイミングで一番いい人材をどれだけスピードを持って集めてくるかっていうのが、うまくいくいかないの一番の肝だと思います。なのでそういう意味で、人材集め、というんですかね、チームをどれだけのスピードを持ってパワフルに作るかっていうのは大事ですね。なるほど、うん、ちょっと関連してじゃあちょっと続けて吉川さんにお聞きしようと思うんですけど、はい、組織化とかその人集めみたいなの、まあ、ある程度の
ステージ来るとスタートアップすごく重要になってくると思うんですけども、まあ、特にその、まあ、インターナショナルなチームの、まあ、組織化とかマネージメント、あとまあ採用とか、あの、まあ、苦労することの一つだと思うんですけど、その辺なんかこうヒントになるようなお話とか、こうするといいよとか何かありますかね。まずそもそもですが、あんまり場所にはこだわらない方がいいですね。あの特にソフトウェアの場合、まずあのエンジニアからしたら別にどこにいても一緒なんですね、うん、トレジャーデータも、まあ、引き続きトレジャーデータは3割強は日本の人ですが、他にも、カリフォルニアにももちろんいますし、カナダにもベトナムにも韓国にもヨーロッパはいろんなところにも人がいるんです。アフリカにも実はいるんですけど、要は純粋に、優秀であれば、採用しますと、うん、もちろんいろいろなタクゼーションの問題とかですね、法制の問題はあるんですが、まずそこをですね、要は、日本人かどうかっていうのは一、まあ、回忘れましょうと、まあ、社内は完全に英語しましょうねっていうのが一つですね。でとゴートゥーマーケットの人材については、もう、当たるも発揮当たらぬも発揮みたいな世界なので、だからこそ大事なのはリファラルであってバックグラウンドであると、まあ、大企業から出てきた人が必ずしもスタートアップで使えるわけでもないし、一方で使える人もいるんですよね。それはもうあの必死でリファレンスを取ってこの人って決めたら目が飛び出るくらいの、エクイティオプションをきちんと渡すと、いうそういう覚悟もファウンダーとして大事だと思いますね。なるほど、まあ、あのいいと思って採用してうまくいかなかったらもうそこは、まあ、リプレイスしていくって感じですか。はい、あの私今でも覚えてる、私実は結構というか、まあ、どこの社長もそうだと思うんですけど、やっぱり首切ることあるんですよね。マネジメント自分で選んだマネジメント自分で首切るので世話ないんですけど、私のシリーズ A の投資家、あのボードで入ってくれたティム・グレリーというシエラベンチャーズのパートナーが、一番最初に僕があのビジネスディベロップメントの VP を首切るっていう決めた時に悩んでてですね、彼がに言ってくれたのが、会社を殺すのは間違ったディシジョンじゃないと、スローディシジョンこそ会社を殺すと、だからお前がそう思うんだったらすぐやれと、それ今でも覚えていて、もう分かんないわけですよ、その人材採用があるいは首切るあるいは採用する自体がっていうディシジョン自体が合ってるかな間違ってるかなって誰も分かんないわけです、ね、ただそういう直感が、ファウンダーあるいは CEO 自身にピピンときたら動きましょうというのが、まあ、私自身の、まあ、ラーニングですね。はい、いやまさに知ってて早く、いい言葉ですね、いいですね、スローディーシニョンが会社を殺すっていうのは、うん、今日ちょっとメモっとかないといけないですね、うん、勉強になります。鍵本さんの方も、まあ、あの人材集めとか、うん、組織化とか、そうですね、苦労されてると思うんだけど、あの、はい、でうちの業界は、まあ、規制業種、あの厚労省の承認を取らないといけないので比較的あの経験が長い人間がいるんですよ。で、まあ、バイオテックもともとグレーヘアって言いますけど、ただ日本はですね結構よく今できていて、あのバイオベンチャーやりやすいんですよね。理由が製薬企業があの早期、定年退職制度とかやってるので結構人出てくるんですよ。だからあの人材のリサイクルって意味では非常にいいで、あのかつ、まあ、寿命も長いんでね、あのそこら辺はうまくつなげることができればできますと、まあ、ただやっぱり鍵は1人目ですね。1人目の方が業界でも長通ってる方で信頼の厚い方であれば、うん、皆さんその人がいるとこならということで来てくれるので、そこはうまくいけばあとはドミノ式です、ね、上から取るみたいな、上から取るんですね、うん、で我々の場合急速に今140人ぐらいですけども、スーッといって、あの大きなその人材の問題がなかったらもうまさにそこですね、うん、一人目があの良かったというところです。なるほど、まあ、取る順番も大事ってことですね。順番大事です。なるほどね、はい、ありがとうございます。あのあっという間にですね時間が、まあ、ほぼタイムアップに近づいてるんですけども、あの今日若手の起業家ですとか起業目指す人がいろいろ聞いてくれてると思うので、そういう方々に向けてちょっと先輩起業家のお二人から、あの、まあ、特にまだ学生さんとかもあの今日聞いてらっしゃるので、うん、まあ、こんなことやっとくといいよとか、あのいうようなちょっとサジェッションとか お願いしたいと思うんですけど、吉川さんからいきましょうか。
そうですね、一つは、自分のこう直感は大事にしましょうっていうのがありますね、うん、本当にやりたいってなったら、ぐじぐじ考えないで、まずもし若い方だったら特にリスクトレランスは高いはずなので、まずやってみるべきだと思います。人生いくらでも変えられるので、私も10年前に、自分が、ね、会社の社長やってるなんて 思いもしなかったので、っていうのが一つですね。あと、特に私自身のバリューで、そのヒューミリティ、要は謙虚さっていうのがあって、まあ、どんな立場でもやっぱり謙虚じゃなきゃいけないと。でお客さんと話す、投資家と話す、あるいは人材社員と話す、人材広報と話す、 いつでも勉強できるので、そこはきちんと、いろんな人の話を聞いておくと、いつか自分に役に立つことがあるし、いつか人の役に立つこともあるなというのが、まあ学生さんに比べればだいぶ人生を長く生きた私の人生訓つったらあれですけど、まあそれをずっと貫いてよかったなというふうに思ってますね。はい、うん、ありがとうございます。あれですよね、やっぱり起業するような人って結構思いが強くて頑固な人多いんですけど、はい、まあ、頑固で謙虚って結構重要ですよね。うん、そういう人がほとんどだと思います。それこそ Google の、ね、創業者の方々もそうだっていう話を聞きますし、それこそ、ね、その私の投資家さんの Zoom の、エリック・ユアンなんかまさにそれを地でいく、人をですね、あんなにこう腰の低いビリオマルチビリオネは他には知らないというくらいですね。はい、影本さんいかがでしょう、若手にメッセージ。はい、まあ、創業前の方ということなんで理解していただきたいのが、まあ、縦軸と横軸という話をしたいんですよね。縦軸はやっぱ先ほど初心って話をしましたけど、うん、何のためにやるかというのはこれは深ければ深いほどぶれないです。うん、で私もね、創業してからずっと経営者として考えてるんですが、結局いくつとこはイデア論を唱えたプラトンのイデアの中のイデア、神前美、ここに深く価値を打ち込めるものが、うん、人類がずっと求め続けるものです。そこにどれだけ近いかね、まあ、なかなか言って伝わらないと思うんですけど、そういう初心の深さがある。で横軸は、ね、やっぱ広さですよ。でとにかく皆さん感性が赴くままに何でもやってほしい。で必ずそれが、ね、将来のいろんな種になって芽になって広がってきますんで、やりたいことをやる、感性に任せて五感のままにですね、やりたいことをやってください。それが将来花引く、ひら開く重要な点だと思います。はい、深さと広さ、深さと広さ、ね、うん、はい、ありがとうございます。そろそろ時間になりましたので、お二人素晴らしいお話ありがとうございました。今日のこのセッション聞いている若者たちがですね、なんかちょっと刺激を受けて俺もやってみようみたいに思ってくれるといいなというふうに思ってますので、ぜひ、挑戦していただけたらなと思います。どうもお二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。